ミルメイクコーヒーを溶かした牛乳ミルメイクは大島食品工業株式会社の製造する牛乳用調味料で同社の登録商標である。ミルメイクが発売されたのは1967年のことである。名称はミルクで作ることに由来する。商品発売の時代背景としては昭和30年代に 学校給食が脱脂粉乳から牛乳への移行が進んだことが挙げられる。カルシウムやビタミンなどの栄養価が高い脱脂粉乳から牛乳への切り替えには栄養士から子供の栄養不足を危惧する声があった。大島食品工業は学校給食用食材の製造を手掛けており、小分けしたふりかけや牛乳と混ぜて作るプリンの素などを製造していた。 昭和40年代初頭、栃木県の学校給食会より、移行によって不足する栄養を補い、また子供が美味しく残さず、飲めるための商品開発の依頼を受けた。1967年に、コーヒー牛乳の元ととして、ミルメイクを発売した。牛乳が苦手でもミルメイクを混ぜると飲める子供が増えた。ため、全国の学校給食に普及した。当初は、コーヒー味、 いちご味、ココア味といった粉末状の商品のみだったが、テトラパック牛乳の普及に伴い、1978年ストロー、差し込み口から注入できるチューブ入りの液体タイプも開発された。1993年からは市販展開により、スーパーや100円ショップで伝統販売されている。2019年には学校給食を題材としたテレビドラマ、 美味しい給食第2話で取り上げられている。2014年の年間出荷数は約1420万食で、内学校給食用が約980万食であった。2016年の数字として、市販用出荷数2300万食、給食用出荷数約1200万食とする報道もある。2016年時点での報道によれば、ミルメイクは 全国47都道府県すべてにおいて、いずれかの市町村が小学校の給食に採用している。学校給食への出荷量は少子化の影響で減少傾向にあるという。2010年代中盤現在、ミルメイクの高い知名度を活かした企業とのコラボレーションによる一般向けの商品開発を進めている。2016年の報道によれば、 愛知県では名古屋市以外の全市町村がミルメイクを採用しているが製造元の本社のある名古屋市では採用がなかった。これは名古屋市教育委員会に牛乳は白いまま本来の味をそのまま味わってほしいという方針があったためである。また大島食品工業側も創業者の友人が名古屋市役所に多かったためその関係で採用されたと思われないよう 積極的な売り込みを遠慮した事情があったという。2018年の名古屋市議会で飲み残された牛乳の問題が取り上げられ、対策としてミルメイクを代表格とする牛乳用調味料の導入が検討されることとなった。2019年秋に試験導入が実施された際には SNS などでも話題となった。試験導入の結果などを踏まえて教育委員会が 本格的に導入するかどうかを検討する予定となっている。2018年現在、コーヒーのタココアやイチゴなど8種類の味を販売する。このうち、コーヒー味が売上の7割を占める。過去には、ごまきなこ味や、ピーチ味も販売していたが、売上が伸びず販売中止。一方、2013年には、廃盤となっていた、紅茶味をリニューアルして復活させている。 学校給食用に粉末もしくは下流で8フレーバー、液体タイプで3フレーバー。家庭用に、個包装のもの、大袋タイプのものがあるほか、生花材料として提供されている、クッキング用ミルメイクもある。ありがとうございます。